さてイーグルス先発はルーキーの藤平、立ち上がりご覧いただきます。まず先頭バッターの金子裕二に対して高めのまっすぐで三振、そして2番の森、この森も高めの球で空振りを取りました。2者連続三振で2アウト。3番の秋山にヒットを許しましたけれども、4番の山川はフォークで三振、立ち上がりアウトは全て三振で取ったこの藤平です。第4の先発は戸亀です。その戸亀2回に島内に一発を浴びます。藤平登板ゲームでよくホームランを打つという島内、今日も一発を放ちました。島内の先制ホームラン、イーグルスが1点を先に取りました。さて4回です、この回からキャッチャーが変わって島自打球でベンチに下がって、この回からキャッチャーは足立、その足立とのコンビになりましたけれども、藤平ワンアウトランナー三塁一塁、ピッチを招きましたけれども、ここは浅村をショートゴロ、ダブルプレー、ゼロで終えました。追加点が欲しいイーグルス、4回の裏です。先頭バッターの岡島、レフトオーバーのツーベースで出ます。続くペゲーロはレフトの前へヒット、これでノーアウトランナー三塁一塁。この後銀次倒れてウィーラー、そのウィーラーの打席でライオンズバッテリーエラーがありました。でこれで追加点を挙げるとウィーラータイムリー、これで3対0とします。さあ勝ち投手の権利のある5回です。藤平この回も三塁一塁のピンチで、ラストバッターの源田、ここはセンターの前へ源田タイムリーを放ちます。1点を返しました、3対1。でこのあと2アウトで満塁、バッターボックスには秋山、しかしここは最後はフォークで秋山を三振に取りました。この回1点は失いましたけれども、その後満塁のピンチを脱した藤平です。さあ6回です。この回もマウンドに上がった藤平、山川から三振を取ってこの試合7つ目。でこの後ワンアウトランナー二塁一塁、ヒットとフォアボールのランナーで7番の中村を迎えます。中村はフォークを高々とレフトへ運んでいきました。中村拓也逆転のスリーランホームラン、ライオンズこの人の一振りで4対3、ゲームひっくり返します。藤平は中村に一発を浴びたところでマウンドを降りました。そしてこの後高梨がマウンドに上がってワンアウトランナー三塁二塁、ライオンズ下位打線でチャンスを作って1番の金子裕二、金子はライトへ犠牲フライ、これで5対3、ライオンズリード2点と変わります。8回です。マウンド上には森原、その森原がピンチを背負って源田です。源田は胸元の球ライト線へタイムリー、これが2点タイムリーツーベースになりました。源田の今日2本目のタイムリーでライオンズ4点リードと変わりました。8回、バッティングスはシュリッターからチャンスを作りましたけれども、ピンチの当たり、ここはショート源田の好プレーの前に得点を挙げることができませんでした。7対3、4点を追いかける展開でマウンド上には抑えの増田が上がっています。イーグルスランナー2人出しましたけれども、最後は代打の天田、セカンドフライでゲームセット。7対3、ライオンズが勝利を挙げて、これで2位ライオンズ、3位イーグルス、ゲーム差 2.5 と広がった今日のゲームでした。